What up guys? どうもブルドリーエイジでございます。今日の朝ですね、YouTube ライブで HHC のカートリッジを吸うということをやってみたんですけれども、その体験が結構衝撃的だったので、こうやって短いビデオをサクッと上げております。 HHC は何かっていうとですね、カナビノイドの一種で、大麻にも麻にも存在するんですけれども、めちゃめちゃ微量なんだって。で、HHC はですね、なんと CBD のアイソレートから作れてしまうんですね。で、日本でもまだ規制されていないから合法は合法なんですよ。で、その HHC 自体っていうのは、その効能とか効果がデルタ 9THC にめちゃめちゃ似てると。デルタ 9THC は何かっていうと、みんなが言う THC、 あのハイになる成分のことをデルタ 9THC っていうんですね。で、デルタ 9THC の分子記号と HHC の分子記号ってめちゃめちゃ似てたりとかして、で、ハイとか効能とかも全く一緒っていうことしか聞かないんですよ。で、試してみたんですけど、いやね、ハイになるのよ普通に。私ちょっとびっくりしました。 HHC は悪者なのかって言ったら、そうじゃないんですよ。 HHC も今までの研究結果によると、痛みを和らげたりとか、あと睡眠に良かったりとか、食欲を増進させたりとか、あとは腫瘍の成長を抑制したりとか、血管新生っていうのを防いだりするので、抗がんの作用もあるんじゃないかなんて期待されているカナビノイドの一種なんですね。今日本でその物議を醸し出しているのが、その HHC っていうものを大麻と同じ効果を得られますけど合法ですよっていう歌い方をして、売り出して、こうベースとかメルカリとかで売ってる人がいるらしいんだけども、なんかね、残念なことに、その中の商品のいくつかがやっぱり粗悪なもので全然効果を感じなかったっていう声も聞くんですよ。なので、HHC 自体ね、とてもいい成分だと思うんですよ。だって肺が必要な人だっているし、快楽のためだけに大麻を使用することがいけないのかって言ったら、そうじゃないじゃん。だって私だってハイになりたいからタイマーをいつも知ってるしさ。その HHC 自体は悪くないのに、その何を混ぜて作っているかとか、どういう状況、どういう環境でその、ベイブを作っているかとかで、やっぱりその物のクオリティって変わってくると思うんですよ。で、日本はそういう商品をこう持ってって、こう検査してもらうみたいな期間がないから、やっぱりそれだと何が入ってるかわからないものを吸わされているっていう、やっぱり思いはね、ずっと消えないですよね。で、私はですね、こちら、この HHC のベイプカートリッジを買いました。こちらはですね、0.5g で25ドルでございました。で、これはヘンプから取れたもので、THC も 0.3% 以下なので、21歳以上と証明できるれば、ネットでアメリカ国内で誰でも購入することができます。で、これを買った決め手になったのが、じゃじゃん。ここにノーフィラーズって書いてあるじゃないですか。ノーフィラーズっていうのは、薄め液を何も入れてませんよっていうことなんですよ。で、こういうベイプとかベイプジュースになると、 PG とか VG っていうものを混ぜて、こう吸いやすくして、こういうカートリッジに入れてるところがほとんどなんだけども、これは薄め液、フィラーが何も入っていなくって、テルペンがですね、カンナビスデライブテルペンも入ってるんですよ。カンナビスデライブテルペンって、カンナビスから取れたテルペンで、そのカンナビスから取れたテルペンとカナビノイドを一緒に摂取することによって、人工テルペンとカナビノイドの組み合わせよりももっと大きなアンタラージ効果を生むと言われてるんですね。プラチナムクッキーという、品種のテルペンが入ってるんですけれども、プラチナムクッキーはインディカで、 CBD と THC と CBN も微量に入っております。なので、日本でいうブロードスペクトラムとはちょっと違うかな。やっぱり微量の THC が入っちゃってるので、こっちの方が体感とかは安いかなとは思いますね。で、まず吸った感想なんだけれども、吸いやすいの、めちゃめちゃ吸いやすいので、5回ぐらいボーボーボーって吸ったら、もちろんちょっと軽く咳が出て、ベイプを吸った後にさ、ここちょっとここからなんか来る感じがあったので、これ普通にハイになるやつやなってわかる。 でその後ですね、3パフぐらいしたんだけれども、もうね、普通にハイだよ。普通にブリブリでした私。デルタ9とじゃあ何が違うって言われたら、わかんないと思う。普通にこうやって渡されて、デルタ 9THC のベイプだよって言って吸っても、全然わからないぐらいのハイにはなりましたね。で、味がめっちゃ良かったんですよね。カンナビスから取れたテルペンが入ってるかなからかななんて思ったんですけど、あとPGVG が入ってないから味はすごくよくって、多少咳込みましたけど、なんかやばいな、これ体に悪そうみたいな咳ではなかったです。体に良くもないんだろうけどね。調べた時には HHC はインディカみたいな肺だから、ボディ肺が強いって言ってた
のを聞いたんですけども、ボディハイっていうのは体がハイになるから痛みに良かったりとか、眠るのに良かったりとか、食欲が出たりとか、まあそういう感じですね、があるので、なんかね吸ってもね、こうサティバみたいにもキャーみたいのはねあんまりなかったかな。まあおしゃべりには多少なってたけれども、それはなんかブリブリでおしゃべりしてるって感じでした。はい、でなんとその後ですね、しっかりマンチに入ったんですよ。私朝ごはんなんかほとんど食べないのに、フルーツと肉とその後パスタも食べて、マンチやんと思ってまあだからしっかりマンチに入るということも体感ができました。ちなみにこの動画の中ではすいません、吸っちゃうとね、あの年齢制限がかかってですね、あの18歳以下の人が見れなくなっちゃうので、これはね情報をシェアしているだけなので、はい、これから HHC を試してみたいと思っている人をぜひ試していいと思う、試してみたいんだったら。だけれどもどっから買うかっていうのはもうだから自分の責任になってくると思うんですよ。どれぐらいその作っている人が情熱を持ってやっているかっていうのはこっちからはね分かりづらいことなんだけれども、だからこればっかりはね、なんかここを言うとこから買った方がいいよとかも全然言えないよね。だって検査しようがないから中に何が入ってるかも全然分かんないじゃんね。だからね、そのなんか HHC のカートリッジを選ぶときになんかポイントとかもみんなで、あのこうこうした方がいいよって言えたらいいなと思ったんだけども、やっぱりね状況が状況だからなかなかこういうところで買った方がいいと思いますっていうのが言いづらいのが現状ではあります。はい、でですね、あの今のところ HHC の本当にベイプしか見かけないということを聞くんですよ。でなんでそこに HHC のエディブルがないんだろうって私は不思議なんですけれども、なんだろうな、だってベイプが好きな人もいればさ、普通にエディブルが好きな人もいるじゃん。で私はエディブルのが好きなんだけど、エディブルはさ摂取方法も簡単だし、一回摂取したらそのハイも長続きするし、匂いも出ないし、いいんですよ。だからね、あの HHC の原料を持ってる業者さんですね、ぜひエディブルも作ってみたらいいんじゃないかと思います。そうすることによっていろんなライフスタイルの人に受け入れられるからね、大麻ってそういうもんじゃないですか。いろんな人に向けていろんなオプションがある、みんな違ってみんないいみたいなね。なのでぜひ業者さんエディブルも作ってください、お願いします。あとそうですね、願うのは愛と情熱を持った業者様 HHC のを使ってですね、素晴らしい商品を世に送り出したらいいんじゃないかななんて個人的に思っております。まあそんな感じで HHC のレビューでございました。私が実際に吸ってる動画はですね、YouTube ライブで流したもの、アーカイブが残っておりますので、それをぜひぜひ見てみてください。はい、ということでですね、これからまた寒くなりますが、みんな体に気をつけて、自分のことをちゃんとテイクケアしながら寒い冬を乗り切ってください。乗り切っていきましょう。はい、ということで今日の動画はこんな感じでした。どうもありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。